こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、ということで今日も美咲のお部屋ということでよろしくお願いします。はい、始まりました。お願いします。今日もしかしてもうパーカーに合うアレンジとかやっちゃおう。そうです。今日はパーカーに合う部屋アレンジをやっていきたいと思います。なんだっけこれ。パーカージュニア。ジュニア。ミスパーカージュニアさん、どういう感じですか、はい、今日。だからこのパーカー、帽子の部分なんですけど、うん、こう下ろしてると、うん、ここがあるじゃないですか、ボリュームがあるので、うん、ここにこう後ろでこう結んじゃうと髪の毛がうにゃにゃって邪魔なるか、はい、はい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 変な癖とかもできちゃうので、うん、すごいやりにくいなっていうのが結構日常的にあるので、うん、そのパーカーの時の邪魔にならない可愛いアレンジをやっていきたいなと思います。はい、はい、なるほど。じゃあちょっと楽しみにしております。はい、はい、お願いします。それでは動画スタート。スタート。オイルを手のひらにワンプッシュ出して、手のひら全体に伸ばしてから、毛先、中間、表面と伸ばしていきます。ほくれ毛がある人は顔周りもしっかりつけてツヤを出していきます。ほくれ毛を前髪の横の部分ともみあげの部分をだいたい1センチ束くらいで下ろしておきます。全体の髪の毛を4等分に分けます。後ろの髪の毛は真ん中で半分、サイドの髪の毛は耳後ろで半分に分けていきます。右から1,2,3,4 の番号とします。1番の髪の毛を3番の髪の毛の方に持ってきてまとめていきます。耳後ろら辺でゴムで結んでいきます。2番を4番の方に持ってきてまとめていきます。先ほど結んだゴムの上で結んでいきます。この時に少しここに空間があると次の工程がやりやすいです。空間の部分に上から下にくるりんぱしていきます。毛先を2つに分けてキュッとしていきます。後ろの3番と2番の間ら辺の髪の毛をほぐしていきます。結んだ2つのゴムをまとめてヘアアクセのゴムで結んでいきます。毛先をギュッとして下のシリコンゴムを隠すようにしていきます。アクセの位置を正面から見て整えてあげて、毛先のパサつきがなければ完成です。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。いい感じでできた。めちゃくちゃ私的にはわかりやすく説明できたんじゃないかなと思います。自画自賛ですよ、はい、なるほどな。やっぱそのなるほどなってわけじゃないけど、まあ、パーカー、まあはい、パーカーやんか、はい、だから後ろっていうよりは横で持ってくる方がいいっていう今日アレンジを見せたかったよね。そうなんです。アウターとか着てもいけるし、いけます。
マフラーとか首元のボリュームのあるお洋服とかでもいけます、うんうん、なるほどですね、はい、これ、三宅さん今長さこれぐらいけどさ、うん、どのぐらいの長さまでいけるの？これどんな長さ？肩下くらいまでですかね。肩下ぐらい、上までミディアムぐらい、ちょっと届かないかもしれない。あ、1番と3番、はい、3番すいません、あの番号でね、分かりやすく今日は説明させてもらってるんで、はい、まあ、今後もちょっと番号でいきましょうか。いけそうですね、ね、はい、頑張っていきたいと思いますので、はい、またご覧ください。お願いします。はい、この動画良かったら高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画で会いましょう。皆さん、さよなら。絶対やると思った。